国際民間航空機関は国際連合経済社会理事会の専門機関の一つ。本部はカナダのモントリオールにある。略称は日本語ではイカオやアイカオと読まれることが多く、英語圏ではアイケンオーと読まれることが多いが、英語圏以外ではイカオという読みが一般的である。第二次世界大戦における 民間機の発展に伴って1944年に締結された国際民間航空条約に基づき1947年4月4日に発足した国際民間航空に関する原則と技術を開発制定しその健全な発達を目的とするシカゴ条約批准国は自動的に ICAO に加盟することになっており2008年の 時点で加盟国は190カ国。日本は1953年にシカゴ条約を批准するとともに ICAO へと加盟した。日本は1956年以降理事国の一つとして活動を続けている。また、拠出金もアメリカ合衆国、中国に次いで大い額を払っている。加えて ICAO は シカゴ条約を批准する各国の運輸安全当局の準拠となる航空機事故調査に関する条約を定めている。ICAO の旗総会、理事会、事務局と補助機関となる複数の委員会から構成される。ICAO が定める4桁の空港コードに基づき空港を分類している。ただし、現在のところ I、J、 QX から始まる ICAO 空港コードは存在しない。ABCDEFGHI JKLMNOPQR STUVWXY ZICAO の安全監査の基準に満たない国、地域について指定するもので、これに基づきアメリカ連邦航空局や欧州連合は重要な安全性の懸念の指定により認定された 地域や国への乗り入れや、路線の新規開設、増便などを制限している。EU 域内乗り入れ禁止航空会社の一覧参照2008年3月以降、操縦士や管制官等は、航空英語能力を証明することが要件となった。語学能力レベルは6段階で表され、実用レベル以上であることが必要である。実用レベルの証明の有効期間は3年である。 航空英語の言葉遣いについては、国際民間航空条約第10付属書、第2巻、航空業務手続き航空交通管理に規定があり、具体的な手順について、ラジオテレフォニーマニュアルが発行されている。また、テイクオフの後は離陸許可を発出、または、取り消すときにのみ使うなど、安全な管制のためのマニュアルがある。 航空機を用いる場合に限らず、陸や海も含めどのような手段を用いた場合でも、国外に渡航する際に身分証明書として、パスポートが必須となるが、このパスポートの記載事項、定裁については、ICAO が発行するガイドライン文書に基づいて、基本的な使用が共通化されている。近年、ICAO は、パスポートに、 生体認証のためのデータを電子的に埋め込んだバイオメトリックパスポートの国際的な導入を推進しており、すでに日本を含め多くの国で発行が進んでいる。このバイオメトリックパスポート及び読み取り装置の電子的仕様に関しても ICAO が発行している文書 ICAO DOC 9303に基づいて仕様が共通化されている。 ABC 日本国外務省国際民間航空機関国際民間航空機関の言葉遣いマニュアルありがとうございます